です。どうもアクシンターズの林です。ということで今回の企画は3日間スゴロクで決められた食べ物しか食べれない生活。はい、ということで今回の企画なんですけども、これから3日間ですね、しょうちゃんが作ってくれましたこちらのスゴロクがありますね。こちらをですね3日間かけて回りきってやろうと思います。なので3日間毎回3食でもちろん取るんですけど、もし3日目の段階で回りきれないよってなったら、もう朝昼晩じゃないところの間食でも入れなきゃいけないっていう感じになりますね。しょうちゃんね、人ごとだと思ってね、バカみたいなの入れてるのよ。キングとかおにぎりとアイスのマーカーも絵の通りおにぎりアイスなんですけど、サイコロがね書いてあるやつ、これはこのダイスで出たカスになります。なので6が出たらおにぎりが6個になります。このスゴロクのね悪いところはね、絶妙に俺がね食えてしまうレベルで設定されてるところなんだよね。うわもう無理じゃーんがないっていう、この意地悪さえやつもしっかり分かってんな。そんな感じでやっていきたいと思います。それではいきます。ということで早速1日目朝やっていきたいと思います。ただいま時刻が10時です。気持ち的にはいっぱい進みたいところなんですけど、まあ、マックス6でキングと、なのでキングには届きたくないぐらい。4だね、4。すき家の並盛りを1個食べれれば十分だね。ちょうどいい、本当にちょうどいいわ。ということで早速やっていきましょう。ダイスロー2はおにぎり1個。まあおにぎり1個手に入るとしても2はちょっとね、あんまりねポイント高くないよな。ということでじゃあおにぎりを食べます。買ってきます。はい、ということで買ってまいりました。こちらツナのおにぎりですね。近くにコンビニがないんで近くの松木屋に行って買ってまいりました。いただきます。うん、ツナはうまい。このツナ好き。うん、マヨネーズ濃すぎない感じ、いいな。うん、ごちそうさまです。ということでもう時期11時になるんですけど、まあ今のうちに回しとくか。どうせすぐね、お昼になって、というかまあ、お腹すくんで、先に回しちゃいましょう。やっぱり進ませたいんですけど、6でも何もないマス。4がキングなんですよ。ここででも2とかもちょっとな、不安になっちゃうんだよな。まあ、特盛りかな。うん、狙いは。一番進めて、かつちょうど、まあ、食べれるぐらいであれば、特盛りの5で。マジでお願い。マジでお願い。いけ4 1,2,3,4 おーやっちまった。3食とは言いましたけど、2食になります。このままでは。うわマジか。目が1個分はまだ食えるよ。そこまで5時とか6時になるかな。はーい、買ってまいりました。くそー。でも正直ね、嬉しい俺もいる。なんて言ったらうどんだし。ということで、いただいていきましょう。いただきます。うまい。うん、ごちそうさまです。ダメな日だな。キング、いける日といけない日のあれがあるんですよ。ちょっと食べやすくします。かけまーす。よいちょー。よし、全然違うわ。なんでさっき俺かけんかったんだよ。圧倒的なうまさよ。できることなら山かけが良かったんですけど、仲良くなっちゃうんだよね、山かけね。ちょっとゆっくり食べますね。もう無理だ、今日はいらねえ。1,2,3,4,5,6。なるほど、アイスはな、ちょっと食べたいな。この感じでアイス食べて。でもまあ、メールな、これアイスケーキなんすよ。今日中にもう1回分ぐらいやっとくかな。ひーちゃんか、ひーちゃんか。もう行くしかねえな、ここまで来たら。それでは、いけい。6は展開的には美味しすぎんな。
でもまあまあまだ食えない。はい。なんでちょっとじゃない、結構休憩して買いに行ってまいります。はい、ということで買ってまいりました。こちら31アイスクリームアベンジャーズのアイスケーキでーす。31アイスクリームオリジナルマーベルデザインコースター6枚入りだって、すごっ。せっかくなんで見せておきましょう。アイアンマン、ブラックウィドウ、ホークアイ、ソー、ハルク、キャプテンアメリカ。これすげえいいわ。じゃじゃーんつってもまあ見えないんですけどね。開封、じゃじゃーん。ということでこんな感じですね。キャプテンアメリカ、アイアンマン、ホークアイかな、で、そう、多分ブラックウィドウ、ハルク、パンチ、すげえ。じゃあ早速いただきましょうか。いただきます。うわー、ミント、おそらくバニラ、ホークアイですね。ああ、多分グレープ、そう、これがミントだ。ブラックウィドウ、これはもう分かるよ。ああ、うん、うまっ。すごい高級のチョコって感じの味。で最後ハルク、こういう緑色だったりね、ピンクだったり、いろんなもの入ってる。パチパチする。ポッピングシャワーってこれだっけ。でも味は違うよ。まあ、ほぼ半熟感。うー、頭痛い。ということでもう今日はさすがに何もせん、明日にしましょう。おはようございます。ということで2日目の朝となりました。超絶寝起きです。現在位置が、こちらマーベルのとこですね。正直ですね、まあ、正直ね、もうあの辛いの突入しちゃうんで、ちゃんとご飯を食べたいとなると、朝からいるのはちょっと嫌なので、まあアイスかな。ランニングはちょっと今力が出ないんで、ご飯食べてないんで、それがきついです。だから2狙うわ。いけー、もうこれだよー。あーらー、降ってるねー。クソだよー。ああー、お昼になりました。あー、辛すぎて全然ペース上げらんないし、もうめちゃくちゃお腹が空いてます。でもこっからもう選択肢がさ、カレーか蒙古タンメンしかないやん。1,2,3,4,5,6、 もう最悪やわ。最悪やわ。アイスはいいよ、でも進まないのは良くない。蒙古タンメンサイコロか、サンカラかギガマックスか、蒙古タンメンでしょ。普通の蒙古タンメンですかね、狙うは。あおり3番。まあいいでしょう、いいでしょう。蒙古タンメンサイコロですけども、いきます。2。いや、もう3つも嫌だったけど2なら許す。はい、ということで作りました、蒙古タンメンです。まあ隼人君学んだんでね、カップ麺が2個以上出た時はちゃんと1個ずつ作って食べますから。カレー、ということでとりあえず会食で、うわぁ、カレー、あっちへ、もう一個か。うわぁ、あっちへ。ああ、完食です。うわぁ、いやぁ、なんか過酷な感じになり始めてんな、カレー。わーい、2日目夜でーす。お腹いっぱいなりすぎてお風呂入っちゃった。ということで、ゴールまでですね、あと、ちょうど6つか。ギガマックスももう来こいやって感じです。だからよくよく考えたら、極激辛もとかさ、カレーのやつとか、ああいう系と食いすぎたせいもあって、普通の激辛だったらうまいになるのではと思う。昔なんなら俺それでうまいで食ってたしね。3か4。いきまーす。おいで。3。オッケー。また蒙古タンメンです。勝利の味って感じ。完食。あー、目覚めんなこれ。2日目終了。まあ今見た感じ3回でいけるんじゃないとは思う。うん、
まあ相当運が悪くない限りは、うん、いけると思うんで、明日でちょうどよく終わると思います。よかった。アドロースということで3日目でございます。今日はね、これからちょっとお仕事でね、東京に行かなきゃいけないので、朝回すだけ回しちゃいます。ということで1日目、あとまあ3マスなんで2以上があったらね OK なので、やっていただきます。 GO! 2! カレーか、まあ5からか、3じゃねえわ。まあいいでしょう、東京なんでね、ココイチはもういっぱいあるでしょう。あっちあっちちちちちということで、こちら買ってまいりました、ココイチでございます。お店で食べようと思ったんですけど、あの5からはお店で食べてると耐えられない、あの悶絶するんで、なので普通に買ってきちゃいました。怖ぇ、それではレベルシャフシャフスということで、いただきます。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、これね、ダメ、時間がやばい。あ、水あめ、口に漬けた米同じ量入れてほしいもん。うわぁ、うん、あー、ごちそうさまでした。あと残りね、2マスかバシッと決めてゴールしてやりたいと思います。ここで1を引くなんて、できすぎた話はもうないと思うんですよ、さすがに。それでは、最後の一投になる予定、いきます。ありがとうございます。ということで、3日間すごろく生活完走、非常に過酷と言っていいでしょう。1日目と3日目がきつかった。2日目はまだね、蒙古タンメンだけだったんであれですけど、まあ充実してたといえば充実してた気もします。ということで、また新しいなんかソロ企画があったら挑戦したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あー、辛い辛い、全部本日もご視聴ありがとうございました。いや本当にキングアイスケーキって食ってて、ギガマックス当たんなかったのだけはまあ幸運だったのかなと思います。全部一個ずつ食べればね、最高に美味しいんだけどね。ということで、次回のアクセンターズは金の鳥からで1時間大食いバトル。今回は食べやすい唐揚げでの勝負です。お楽しみに。